ねえ、リミさんはドロンパしてるんですか？待ち構えていました。怖いですね。私は思いついたのです。去年部屋紹介をしたのはちょうどこの1年前ということで、ということで今の誰ねえ、今の誰だったんですか？よくわかんないんだけどそう、ちょうどね、今から1年前ぐらいにお部屋紹介をしたきりね、したんですけど、1年ぶりだね。そうなので1年ぶりということで、うん、いつお部屋紹介があっていいかわかんなくて、うん、ずっと待ち構えている、ね、ちょうどこの1年というね区切りでお部屋紹介をしてみたいと思います。と言っても、はい、まあ、机紹介はちょくちょくしてるし、あとこの前この壁のねリフォームっていうのしたよねりにちゃんヒカキンさんになりました。これあれだね、おもちゃショーでもらったやつ。そうだねはい、で前回とちょっと違うのはここにね銀の盾、10万人突破記念でいただいた銀の盾をここにかけました。でもちょっと高すぎちゃったのでちょっと下にずらしたいなっていう。あ、そうだね、うん、見て、うん、肉球肉球ね、本当に3本なのに、うん、プリキして肉球を見せたいわけね、うん、はい、じゃあちょっと今ここにね、照明が1個置いちゃってるんですけど、すいません。照明です。照明は紹介しなくてよろしいです。じゃあ、しょうちゃんお願いします。はい、まず、じゃあまずどうしようか。このエリアですね、この、ここに丸い四角エリア、こっち、こんな感じです、こっち側は、はい、いつもあんま映んないんですけど。そうですね、テレビですね。テレビです。イエイ、ウキウキで。あ、そうそう、蚊がね、リミこの前ね、お目目刺されちゃったから急遽この虫除けをね、もう置いてます。ミニオンです。そう、ミニオン。この部屋にあんま合わないんだけどね。パパのセンスパパのセンス。そう、だからこれつけてるから。だけどね、一つ二つはする。うん、はい、じゃあこのね、あのテレビ台のね、中も一応1年前もね、見てたから ね同じようにやっていきましょう。はい、はい、じゃあまずこっちと千穂ちゃんお願いします。はい、こちらはね、全然使わないんですよ。こちらは、あの、よくあの、私ガチャガチャやってるじゃないですか。500円ガチャガチャみたいな、はいはいはい、それで当たったものです。これパパに、うん、全然、あの、やったことありません、この辺は、ね、そうね、まあ、とりあえず空いてるって感じだね。そうそう、でね、この辺がなんか、もちゃもちゃしたコードシリーズ、うん、とか、あの、こういう、あの、Wii U の立てるやつ。そう、Wii U の機械を立てるやつ、うん、この辺は使ってないやつです。で、下がすごい使ってます。はい、おー、満パン。満パンです。でもゲームだね、全部ね。そう、ゲームなんですよ、うん、ね、ここがあの、うん、入ってないんだけど、うん、カセットの、うん、なんかここはスイッチ、ここが Wii U で、ここがスイッチ。そうだね。あとね、入りきらなかったスイッチが、あー、ちょっと見えてます、ね、見えてますね。で、ここスイッチ、本当に Wii もあって、うん、Wii U のカセットもあって、スイッチがあって、これは何？ Wii U。 これ Wii。 Wii か、こっちは。これは、ま、ママ、まだごちゃごちゃ、ママ、まだごちゃ。あと、アミーボもあります。アミーボ、見て、これ、本当だ、アミーボだ。これだけしか持ってないんだよ。これ、くっついてんだよ。本当だ、これだけしか持ってないんだよ、アミーボ。いいじゃん、2個もあるよ。さんからさ、うん、もらったね。スプラチューンシップもらった。そうだね、その時に使ってたやつだね。見て、これ何に使うでしょう。何に使うの、それ。ゼルダのね、うん、2人でできるやつにね、うん、これをね、うん、使わないとできなかった。へー、だから買った。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい、というわけで次行きます。次はこちらはね、ゲーム関係、ほんとこっちもゲーム関係なんですけど、ここにね、Wii U のね、あのカセットとか入れる機械に、奥に Wii U の、 あのゲーム機があります。それで横にはスイッチがあって、2台重なってんの、これ。そう、はい、で、1人1台ね。そうですね。で、ヘッドホンに、あの今変な体勢してるんですけど、うん、上にねケース、ケース、スイッチのケースがあります。
ここは以上です。まあ、ほとんどゲームですね。ゲームです。はい。でね、隣がなんか、友達が。ちょっと立っていきましょう。ここはね、友達が来た時ぐらいしか使わないものなんですけど、机です。あ、そうね。これ去年、1年前と同じです。1年前もこれ出したね。はい。なので今日は出しません。で、はい、なんで開いてるかっていうと、ここにね、ちょっと2階でも撮影できるように、はい、照明とか三脚とかをね、入れたくて、開けたんですよ。ね、しほちゃん開けてくれたんだよね。はい。ということで、今は机しか入ってない。今ね、もう照明とか今ここ出しちゃってるし、三脚はちょっと今廊下に出しちゃった。出しなかった。出しても。出し。じゃ、りみちゃんお願いします。はい、こんな感じでね。汚いけど。白いテーブルね。を出せば、こんな感じで。はい。だけど、ここに座って食べれる。おやつとか食べたりね、してるよね。床に座っちゃう。まあ床に座っちゃうけどね。次、りみちゃんありがとうございます。はい、というわけで次は後ろです。後ろね、今さっき紹介したね。そう、さっき紹介したんですけど、まずね、壁紙を貼ったりした動画もあるんですけど、お花を飾って、あと銀の盾を飾りました。で、今度下にして動画に映るようにします。で、横にはくまちゃんがいます。くまちゃん好きです。くまちゃん好きです。仕事リミみたいじゃない。そうなの。それ視聴者さんがねくれたの。そうくれたんですよ。でね、その下のザルじゃないみたいなのはダイソーの植木鉢入れっていうのかな。そうです ね、それを代用しました。はいはい。というわけで皆さんもお気づきでしょうけど、今ね前回は椅子型にしてたんですけど、今回はねベッド型にしてみました。これにね、前買ったピンクのやつかければすごい可愛いことになります。そうね、最近はもうここでゴロゴロしてるからねベッドの方がね、多いよね、やっぱり。多いね、やっぱり広いしね。うん、今日も金曜日なのでゴロゴロしますあんまり遅くまでゲームとかしないようにしてくださいね、うん、してますよ、毎日知ってるよ。ここで捨てるんでしょ、だってそうだ、ここでゴロゴロしながらじゃん。だからあんまり夜更かしないようにってこと。夜更かしはしてないよ。夜更かし9時半か9時だよ。本当？ね、うん、はい、じゃあこっち側のスペースはこんなもんかな。あ、じゃあちょっとここだけ。はい、そうですね。あ、まあ、ここは全然変わってません。変わってないのでもう紹介するまでもないかな、うん、まあこんな感じでね、本当1年前と全く変わってないと思います。変わってないね。この引き出しの中もね、うん、こうなゴミ袋が入ってたり、なんか消臭剤とかティッシュなので全然変わってないです。変わってません。はい、はい、というか全体的にそこまで変わってないかもしれない ね。そうだね。じゃあ次奥ね。はい、奥はですね、私たちの机のコーナーです。じゃーん、見てください。この辺はまあ結構机はねしょっちゅう紹介してるので、スラーっとまた今度じっくりね机はやりましょう。すごい変わったと思うよ。ちょっと変わったね。シンプルになったんじゃない、しほちゃんの。かわいいでしょ、ほら、特にほら、この辺波でかっかけてんの、ちゃんと。すごいね、ピンクで、やっぱり。はい、じゃありみちゃんの机をこんな感じ。まあ全体的に見るとちょっと変わったね。うん、なんかいろいろりみちゃん手作りのものが多い感じが。で、あとこのワゴンね、ママが前使ってたやつ欲しいって言うからあげたら、なんかいろいろやっぱり物が載ってます。この辺も今度詳しくね紹介 しましょう。はい。で、あとママが一番気になったのはこれです。これなんでてるてる坊主を逆さに吊るすとね、雨降るんだよ。そうなの。そうだよ、雨降ってほしいのあ、プール入りたくないからでしょねえ、雨願ってるんじゃないの、りみちゃんねえ照明と私がしほちゃん照明係ありがとうございます。りみね、てるてる坊主ってね、うん、どうしてね首から下げるか知ってるよ。何、うん、怖いよ。いい、もうその怖い話今日は怖い話はなしで、しほちゃんのもじゃあもう一回ね、さーっとね、また今度じっくりね、はい、やりたいと思います、はい、見て、りみちゃんがここにいます。イエーイ、りみだよ、よろしくはい。
い、じゃあね、次、最後じゃないや。次、奥だね。はい、というわけで次はね、裏側を紹介していきたいと思います。でね、裏側もそんな変わっていないんですけど、まずね、カバンです。奥からいきますか？奥からいきます。はい、というわけでまずは裏を紹介していきたいと思います。で、ね、目の前に見えるのがバッグですね。で、そこの隣が、この隣の上がバッグで、下が勉強道具になります。学校道具って言うのかな？これか。習字道道具とか、ね、あとハッピー、小学校の。ここ開けてもいいの？いいよ。何も入ってない。あ、何も入ってないんだ。下の上。こっち、うん、今ね、絵の具とか学校にあるんだ。あ、本当だ。ここに習字？習字が入ってます。はい。今、絵の具とかは学校にあって、そうだね、今お家にないんで上がカラカラなんですけど、あ、ここにハッピとかあった。そう、そこにハーシとか辞書、学校道具だね。前回はですね、このカバンとこのね学校道具が真逆だったんですけど、正直言ってこっちの方がバクチョが取りやすいので、もうこっちに変えちゃいました。で、次にこっち行きます。こっちは本当変わんないよね。ここがね、まずなんか一応持ってるなんかメイク道具みたいな、うん、使ってないんだけど、うん、なんか飾りたいなと思ってて、うん、飾ってるだけのメイク道具です。じゃあ詳しいのはなんか机紹介の時にするの。はい、りましょう。次にこちら、これね、この前サンダル買った時のピンクラテの入れ物なんですけど、うん、ここにね、なんかすごいなんか物を入れてます。じゃあそれも詳しくはまた今度もね。そうだね、うん、かわいいよね、この箱の。かわいいよね、これ。で、次にランドセルがあって、うん、あ、ランドセルはスルーします。で、最後下に本が、本とか、うん、ノートとかファイルとかがあります。はい、以上かな。以上です。じゃあ次、リミのこっちどうぞ。はい、というわけでリミちゃんの方行きましょう。そう、リミちゃんの方もね、そんな変わってないですね、1年前と。ただこれなかったね、1年前。任天堂ラボ、ね、ラボ、これ作ったんでしょ。うん、これ作ったね。あ、そう、クリミちゃん今度大好きだからね、うん、はい、じゃあ次、あ、ここも変わってないかな。こちらマステです。マステ、はい、2段目マステ。でもちょこちょこ使ってるよね、これはね。うん、トイストーリーとか、なんかそうそうそう、キャラメルとかいっぱい入ってるんだよ、クルーさんとかね。次、これこの前なんだっけ、世界堂とかで買ったやつ。はい、次。あ、なんか書いてあるよ。教科書はこの棚。絶対は教科書。あ、忘れちゃう。あ、それ何、今の教科書、1年生の時の。1年生。あ、1年生の時の教科書を入れてるのね。タケノコだったんだ。覚えてない。あ、そうだね。漢字ドリルね。懐かしいね。すごい。簡単。はい、じゃあ次行きましょう。はい。はい、じゃあ2段目。じゃん。あ、これは新聞ですね。新聞。これはじいじとばばにね、大量にもらってきました。うち新聞取ってなくて、うん、そう、何気に新聞って何かと使うのでね、まとめて。これね、うん、この重さでね、ここが。あ、そうそうそう。ちょっと締まりが悪いんだけど、まあ締まんなくはないんだけど。いい。最後。はい、お、ここは粘土板と粘土だけだね。うん、じゃあここはあれだね、学校道具をしまっとく場所、うん、今はちょっと粘土板と粘土しかないけどね。なんか作ってあるね。あ、すごい綺麗な粘土だね。あ、これさ、うん、なんかさ、1年生の時粘土でさ、なんかさ、うん、コーヒー混ぜるやつの、うん、上と、うん、あとボタン。あ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。なんかいろいろ作る、はい、でね、うん、粘土でね、うさぎ作ったことある。そっか。はい、じゃあ以上です。はい、はい、ということでリミのベッドはこちらです。じゃじゃーん、どうでしょうか。どうですか。いいでしょでね、詳しくはまたベッド紹介を今度するのでぜひ見てください。はい、というわけで、しーちゃんのベッドです。はい。私のベッドはね、全然変わってないんですけど、
お人形がこの辺にずらっとあってね、この辺ティッシュとかいろいろなものがあります。詳しくはまた別途紹介を見てください。はい、今後します。はい、よろしくね。はい、はい、ということでどうでしたでしょうか。ね、1年前とちょっとは変わってるんじゃないかなって思うんですけどね。ちょっと汚くなったかな。ちょっと汚くなった気がします、うん。しょうがないね、それは生活していくのでね、多少ね。そうですね。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これからもぜひしおりみチャンネルを見てください。それではバイバーイ。溺れてる子がいる。グミ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 ペア、そんじいらおやつが甘い。